続いてはゲストコーナーです。スタジオには宮崎県立芸術劇場の樋口可奈さんにお越しいただきました。樋口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今回は今年も開催されます第27回宮崎国際音楽祭についてご紹介をいただきます。毎回テーマが決められているんですけれども、今回のテーマは何でしょうか。はい、4月29日金曜日から5月15日日曜日まで17回にわたり開催される宮崎国際音楽祭ですが、今回のテーマは幸せの訪れを願うここに集い明日を音ほぐです。日本では古来口にする言葉には特別な力があるとして、音ほぐという大切なことを音にして祝してきました。人々が集いにぎわう祝いの場で美しい音、心地よい音を送り幸せが訪れることを願う、そんな思いを込めながら音を通して明日を音ほぎます。はい、本当に素敵な思いが込められたテーマですね。毎回豪華な出演陣が勢ぞろいしますけれども、はい、今回の出演者はどんな顔ぶれなんでしょうか。はい、ではこちらの出演者一覧をご覧ください。音楽監督バイオリンに徳永継雄さん、そして元ウィンフィルハーモニー管弦楽団で長年コンサートマスターを務めたバイオリンライナー・キュヒルさん、チェロの巨匠ミシャ・マイスキーさん、ピアノジャン・エフラム・バブゼさんが出演します。さらにバイオリン三浦文明さん、ピアノ中道育代さん、野平一郎さん、指揮大野和志さん、広上純一さん、ソプラノ中村恵里さん、ダンサー高橋純さん、歌舞伎俳優坂東玉三郎さん、新国立劇場合唱団など勢ぞろいです。うわ、これすいません、毎年同じ感想で申し訳ないんですけど、豪華ですよね。わかる、ね、そういう感想になりますよね。毎年豪華だなって思う。はい、ね、でもこうプログラムもいっぱいあって、ちょっとどれに行くかなってこうな迷っちゃいますよね、これね。ちょっとね、参考にしたいんで樋口さんのおすすめ聞かせてもらっていいですか。はい、ではメインプログラムから2つご紹介します。まず1つ目は5月8日日曜日に開かれる演奏会に大野和志の世界、日本が誇るマエストロ音楽祭との出会いです。大野和志さんは世界に誇る日本のマエストロですが、ついに音楽祭に初登場します。ちなみにマエストロとは名指揮者によく使われる巨匠という意味です。演奏会の中での一押しは、大野さんが信頼を寄せるフレンチピアニズムの巨星ジャン・エフラム・バブゼさんを迎えて奏でるバルトークです。世界を舞台にして活躍する方々が宮崎に来られるんですね。はい、さあ、そしてもう一つのおすすめは何でしょうか。はい、2つ目は5月15日日曜日に開かれる演奏会後祝賀の舞、ここに集い明日を音ほぐです。この公演の最大の魅力はアイザックスタンホールにある国産最大のパイプオルガンが登場するということです。音楽祭にパイプオルガンが登場することは滅多にありませんが、今回はこのオルガンの音色とともに演奏を楽しめます。楽しみですね。指揮は広上純一さん、オルガニストは加藤舞子さんです。吹奏楽をされていた方にはおなじみの曲も演奏されるので、音楽祭のラストにふさわしい華やかな演奏をお楽しみください。なんか演奏聞いてないのに脳からこうアルファ波が出てきました。お話を聞いているだけで、はい、もう写真見るだけで、ね、ちょっともうちょっと気持ちよくなりたいんで、はい、ちょっともっとどんどん紹介してもらっていいですか。わかりました。はい、ではスペシャルプログラムをご紹介します。5月7日土曜日に開かれるシリーズポップスオーケストラ in 宮崎ベストオブスクリーンミュージック映画音楽は時代を超えるです。こちらはその名の通り、映画音楽やミュージカルなどの名曲を宮崎国際音楽祭管弦楽団のオーケストラサウンドでお送りするシリーズです。そして今回は映画タイタニックとアナと雪の女王の主題歌をお楽しみいただけます。さらに歌手のメイジェイさんが登場し、迫力あるオーケストラに乗せて歌い上げます。生で聞きたい、ね、楽しみですね。はい、さあ、そして話は変わりますが、毎年恒例になっている500円コンサート、今回も開かれるんですよね。はい、もちろんです。
今回は5月3日火曜日に開催されます。500円コンサートは1日に劇場の3つのホールで7つのコンサートが行われ、それぞれ500円で楽しめるコンサートです。中には0歳のための音楽会といった年齢制限のない演奏会もあり、ご家族でお楽しみいただきたいプログラムとなっております。こちらのチケットはマイル券のみで、当日券の販売はありません。先着順での販売なので、興味のある方はお早めにお買い求めください。またこの日は JA 宮崎経済連グループによる宮崎マルシェのほか、乳搾り体験、クイズラリーなどをご用意しています。ぜひご家族皆さんでお越しください。楽しい一日になりそうですね。こちら今年も司会でお世話になるんですけれども、本当に気軽に楽しめるいろんなプログラム で時間が少しずつ違うので、ちょっとそのステージをはしごしたりもできますしね、はい、でも演奏する方は一流の皆さんということで、本当に素敵な時間が過ごせます。さあ、それではですね、最後にチケット情報をお願いします。第27回宮崎国際音楽祭は4月29日金曜日から5月15日日曜日までメディキット県民文化センターで開かれます。チケットはメディキット県民文化センターチケットセンター、電話0985-287766までお電話いただくか、インターネットチケットピアで購入できます。チケットは先着順のため、購入はお早めにお願いいたします。料金は各公演によって異なるので、パンフレットやホームページでご確認ください。またご紹介した500円コンサートの日のチケットは前売り券のみで、当日券は販売されませんのでお気をつけください。詳しくは宮崎国際音楽祭事務局、電話0985-283208までお問い合わせください。はい、情報が載っています。こちらのパンフレットは劇場、それから県や市の関連施設に置いてありますので、ぜひ手に取ってみてください。宮崎の画家、弥勒助則さんのこの、ね、絵もまた素晴らしいですね、はいはい、ぜひ手に取ってみてください。それでは番組をご覧の皆さんに最後に一言お願いします。はい、この音楽祭はクラシックに馴染みのある方もない方もみんなでお楽しみいただける公演です。興味のある演目があればお早めにチケットを購入して、ぜひ会場までお越しください。今日のゲストは宮崎県立芸術劇場の樋口かなさんにお越しいただきました。樋口さん、素敵な情報ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ゲストコーナーでした。